皆さんこんにちは。行政書士事務所ブライトの夏目でございます。この動画ではインボイス制度について概略をお伝えをしてまいりたいと思います。令和5年の10月1日から導入されますこのインボイス制度、実はよく分かってないんだっていう方も多くいらっしゃると思いますし、そういうご相談を受けることも多いので、ここでは簡単にできるだけ分かりやすくですね、お伝えをしたいというふうに思います。まずこのインボイス制度とはどんな制度なのか簡単におさらいをしますと、適格請求書等保存方式っていうのが正式名称なんですけどね。どういうことかというと、フリーの美容師さんがいらっしゃいます。でそのフリーの美容師さんに対してお仕事を発注してくれる存在、これが例えば、美容の事務所であったり、例えば結婚式関係だと結婚式のホテルとか結婚式場さんから直接依頼が来ることもあると思いますが、そういう存在、ここでは会社というような言い方をしてますけども、会社があって、でその会社に何かお仕事を依頼している一般のお客様がいらっしゃってっていう事例をちょっと思い浮かべていただきたいんですね。後ほどお話しするように、一般のお客様から皆さんが直接ヘアメイクの業務を受ける場合っていうのはちょっと違う扱いになるので、一旦頭から外していただいて、一般のお客様、施術を受ける方ですね、お客様、会社を挟んで皆さんが会社から発注を受けてお仕事をするというような前提でお聞きをいただきたいんですけれども、その場合皆さんって言われた通りの時間に行って施術を行いました。終わりましたら、おそらく月の末日にですね、それらをまとめまして請求書を会社の方に発行して報酬をいただくというのが普通の流れだと思いますけれども、これまで、つまり令和5年の9月30日までというのは、その請求書についてのルールは特に法律上定められていなかったんですね。だから極論言えば、別に LINE でご連絡したり電子メールでご連絡したりでも法律上は何も問題はなかったですし、それは令和5年10月1日からも別にそこが強制されるわけではないんです。ただ令和5年10月1日以降というのは、美容師さんが税務署に申請をしてですね、この登録番号というのを発行してもらって、それらを記入した適格請求書と呼ばれるですね、国がこういうふうな請求書にしなさいよという要件をいくつかまとめてるんですけれども、その要件が反映された請求書で会社の方に請求をしないと、皆さんにお仕事をくれるこの会社があることができなくなる、簡単に言うと損をするという仕組みになっているわけなんです。じゃあその会社が、皆さんが適格請求書っていうのを出してくれないとどんな損を被るのかっていうのがちょっと難しくて恐縮なんですけど、仕入れ税額控除と言われている仕組みなんですね。これはもう絵を見ていただきたいと思うんですけれども、仕入れ税額控除っていうのはどういう制度なのかというと、その真ん中にいる会社さんにしてみるとですね、お客様からその美容に関する報酬をお支払いまずいただいて、その後、皆さん美容師さんにこう報酬を払っていくことになると思うんですけれども、お客様から最初代金をいただく際にも、そこに消費税っていうのは乗っかってくるわけですよね。でこの消費税を、じゃあこの真ん中にいる会社さんっていうのは丸々その額を後ほど国や自治体に納税をしないといけないのかというと、そういうルールにはなっていなくて、お客様から預かった消費税分から皆さんに対して、つまり会社が外部の美容師さんに対して発注する際、その方々に払う際にくっつけている消費税を引いた残りの部分だけを納税すればいいですよというルールに今なっているわけなんです。これは令和5年10月1日以降も変わりません。これが仕入れ税額控除という制度なんですね。つまりこれまで、つまり9月30日まで、令和5年の9月30日までというのは、会社は美容師さんからどんな形で請求書を受けていようが、確かに払っている消費税なんであれば、お客様から預かっている消費税からそれを引いて残りだけを支払えばいいという仕組みだったのが、令和5年10月1日以降は美容師さんがインボイス登録をしないと登録番号というのが発行されないので、適格請求書という請求書を出すことができなくなるんですね。そうなると、この真ん中にいる会社さんというのはその分を控除できなくなっちゃう、つまり納税額が増えちゃうというようなのが、インボイス制度の根本の仕組みなわけなんです。
そうすると当然このさっきの3社でいうと真ん中にいる会社さんとしてみたら、自分が依頼している美容師さんがちゃんとインボイス登録をしてくれていないと自分たちが納税する消費税が増えてしまうので、この納税額が増えることを喜ぶ人ってあんまり世の中いないじゃないですか。結構みんな切実な中でこう資金繰りをしている中でいうと結構なダメージなので、それはやめてほしいというふうにはまあ思うというのは、もうこれはしょうがない部分があるわけなんです。でここまでお聞きいただくと、なるほどねと、なんかよくわかんないけどそういう制度になってるんだったら、美容師さんからしてみてですよ、自分にいつもお仕事をくれるこの会社さんに迷惑をかけないように、めんどくさいけど自分も税務署に行ってインボイス登録すればいいんじゃないのというふうに思われると思うし、それはそれで一つ当然間違ってない考え方なんですが、ここで問題になるのが免税事業者という方々の存在なんですね。で話がちょっとリセットするんですけど、消費税っていうのは事業として商品やサービスを、まあ、誰かに提供した時の代わりの代金をもらう際にですね、こうついてくる消費税なんですけど、これ全員が後から国や自治体に納めなければいけないかというと、実はそうではなくて、2期前の総売上が1000万円以下の事業者さん、要は例えば600万とか500万とか、そういう規模の事業者さんというのは、預かった消費税を納税しなくていいですよという、まあ、いわば特権がずっと認められているんですね。でそういう人たちのことを免税事業者さん、免税事業者という言い方をして、その方々は手元に入ってきた消費税を納税する必要はなくて、自分の例えば生活費だとか、まあ、交際費だとか、そういうことに自由に使える益税というような考え方が、まあ、言われてるんですけれども、そういう免税事業者っていう制度が今あるんですよ。だから例えば今画面に出ているフリーの美容師 A さんという方を仮定した時にね、この方が仮にここ数年ずっと所得600万円で推移してましたっていう場合には、税別600万で推移していた場合には、その方は実は600万円の税別の報酬に加えて約60万円の消費税も一緒に払われてるわけなんですよ、依頼者から。でその60万円を納税する義務はないわけですから、多くの方はそれを生活費と使っていたんですけれども、今後令和5年10月1日以降インボイス登録をするとですね、所得がいくらかに限らず、売上がいくらかに限らず、全員課税事業者になってしまうので、この A さんの場合は60万円も納税をしないといけなくなってしまうという仕組みが同時並行で決められているわけなんですよ。そうすると何が起きるかというと、さっきの3社の並びで言うとですね、この皆さん美容師さんに仕事を発注している会社さんからしてみると、皆さん美容師さんがインボイス登録をしてくれないと自分たちの納税額が増えてしまうから困る、だからインボイス登録してほしいと思うのはある種当然であるのに対して、皆さんの中で売上が年間売上が1000万いってませんという方は、まあ、ほぼ間違いなく免税事業者ですから、この免税事業者の方々からしてみると、インボイス登録したことで今まで自分の好きなように使うことができていた 10% 分っていうのを今後納税しないといけなくなっちゃうじゃないかということで、ここでですね、まあ、いわば利害の対立が生じてしまう現状というのが大変悩ましいものがあるわけなんですね。この分野については美容の世界とは違う世界ではあるんですけども、違う業界ではもう立場の強いですね、発注側がもう強引に、じゃああなたはインボイス登録しないんだったらもうこれから契約しませんだとか、インボイス登録しないんだったら 10% 分もうギャラを下げますというようなことをもう一方的に通知してっていうような事案がかなり直前にまでですね発生をしていて、公正取引委員会などがそれは下請けさんへのいじめになるよと、下請け法などに違反しているよということで注意処分をしたりということが世の中では多数発生しているんですよね。なのでここでぜひ強調しておきたいのは、その真ん中の会場さんがこれ儲かる話でもなく、皆さんばっかりが損する話ではないので、円滑に円満にいい取引環境を作っていく上では、やっぱお互いがちょっと譲歩しながらどういう形で着地するのがいいのかなっていうのは、前向きに話し合うというような姿勢が必要になってくるのではないかなというふうには思っております。そうなると、まあ、この講座はどちらかというとこの、
美容師の皆様に対してのお話になるので、美容師の皆さんにとってじゃあインボイス登録した方がいいのかしなくていいのかっていう話に当然なってくるわけなんですけれども、した場合のメリット、登録する場合のメリットというのは非常に分かりやすくてですね、要はインボイス登録しているということはそこに発注する事業者さんからしてみると今まで通り仕入れ税額控除が普通にできるわけですから、要は新しい取引先さんと交渉していく上ではきっと有利になると思います。ただデメリットとしては今免税事業者の方、今までは納める必要がなかった消費税というのを今後納める必要が出てきますので手間や負担が発生するというのがデメリットだと思います。で続いて、引き続きずっとインボイス登録はしませんという判断もこれ認められてるんですね、義務ではないので。でその場合のメリットとしては、現状が免税事業者であれば引き続き、入ってくる消費税というのは納税義務がありませんから、そのメリットを享受し続けられるというのは確かにメリットだと思うんですが、裏返しですが、新しい取引先さんとの交渉に入った時に依頼する側からしてみたら、同じレベルの A さん B さんという美容師がいました、ギャラも一緒です、どっちかと契約したいなと思った時に、 A さんはインボイス登録をしてるけれども B さんはインボイス登録してませんということになれば、まあ、これ普通の考え方としては A さんに依頼しようというふうには思いますよね。だって同じギャラを払うのに自分が仕入れ税額控除ができるできないで消費税の負担が変わってしまうというのは発注者にとっては切実な話になるからでございます。なのでそういったメリットデメリットをしっかり理解した上でインボイス登録するしない、あるいは1回した後でも後でやめること、もしくは令和5年10月1日の時点ではしなかったけれども後から登録することというのも可能ですので、そういうご判断の参考にしていただきたいというふうに思います。最後に、まあ、一般論として登録した方がいいのかしない方がいいのかについて簡単に整理してお話しすると、まずパターン1として、迷いなくインボイス登録した方がいいですよっていうのは一つだけあるんです。それはもうすでに売上が1000万円年間超えています、課税事業者です、今までももう消費税は納税してますという方は迷いなくインボイス登録をした方がいいと思います。何にもデメリットはありません。一方で逆に登録しないでいいですよっていうふうに言えるパターンっていうのもあるんですね。それはどういう場合かというと2つありまして、1つは自分にお仕事をくれるいわゆるお客さんがもう基本的には B2C ビジネスばっかりで一般のお客さんしかいません、要は事業者間の取引はありませんという美容師さんであれば無理してインボイス登録はしなくてもいいという判断になると思います。私だったらしないと思います。なぜかというと一般のお客さんっていうのは別にお支払いをする時の領収書とか請求書を使って仕入れ税額控除をしようなんて全然思ってないからです。だってこれ事業として髪を切ってもらうわけじゃないからです。で事業としてパーマをかけてもらってるわけじゃなくて、自分がそろそろ髪切りたいからパーマかけたいからあるいは色をつけたいからということで美容師さんのところに来てるだけですから、これ事業じゃない以上仕入れ税額控除ができるできないというのは全然関係ないわけなんですよ。だから誰も気にしないと思いますので、お客様のほとんどがね B2C で一般のお客様ですっていう美容師さんだったら無理してインボイス登録をする必要は私はないと考えています。でもう一つの場合というのが、ややこしい話になるのでちょっと詳しい話はご容赦いただきたいんですが、自分に仕事をくれる事業者さんが簡易課税というものを使っている事業者さんだった場合、簡易課税というのはですね、要は、仕入れ税額控除の計算をするのをもう実際に誰からどう誰にどうお金を払ってどういう消費税が納められたのかということを一切気にせず、もう最初から決められたパーセンテージで納めてますっていう、そういう制度があるんですよ、簡易課税という。もし皆さんのお仕事をくれる皆さんにお仕事をくれる事業者さんが簡易課税事業者だった場合というのは、皆さんが、インボイス登録をしてるかしてないかによって何の影響もないわけですので、この場合もおそらくインボイス登録は、しなくてもいいよ、別にするかしないか任せますよというふうに言ってもらえると思いますので、必要がないと思います。以上見てきたように美容師の皆さんがインボイス登録をした方がいいのかしない方がいいのかというのは、まずどういうお仕事の仕方を今後していきたいのかということと、あと今お世話になっているお客さんっていうのが B2C が多いのか B2B が多いのか、
で B2B の場合はその相手先さんが簡易課税事業者なのかどうかということで利害関係が全部決まってくる、ちょっと複雑な話になりますので、迷ってらっしゃる方というのはぜひ税理士さんとですね一度ご相談をしてみると、いやあなたはこっちの方がいいんじゃないか、いやこうじゃないかということはアドバイスしてくれると思います。いずれにせよ最後まとめますと、このインボイス制度については結構世の中誤解も多くありましてですね、例えば美容師さんからしてみると、仕事をくれる事業者がただただ儲かる話なんじゃないかみたいなふうに誤解されている方も一部いらっしゃるようなんですが、全然そういうことではないんですよ。この皆さんにお仕事を発注してくれる事業者さんにとっては、皆さんがインボイス登録するかしないかっていうのはものすごく切実な問題としてあるわけで、お互い悩んでる話になりますので、相手の気持ち等も考えつつベストな選択というのを考えていただくのがいいんじゃないかなというふうに思っております。ご参考になれば幸いでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。